じゃあ、さて今日はですね、もう特別なスペシャルゲスト、ね、みんなは驚く、まああんまり腰を抜かさないでほしいんですけども、まあこの方々どうぞ。1212全体止まれ、12気をつけ、はい、お願いします。お願いします。どうも、小倉です。どうもやっていきましょう。長い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 、はい、座れもう。いやいや、いいっすか、すみません。なんか、いやだからこれ特別な椅子だからね。いやこれすごいな、これ多分自分の家の家賃より高いっす。これだけ、まあ、絶対そうだよ、ね、はい、はい、すみません。なあ、久しぶりやな。お久しぶりです。お久しぶりです。なんか帽子もちょっと変わって、ちょっと、はい、そりゃそりゃもういろいろ変えてます。なあ、実は今なんかテレビにも出てるらしいじゃん。いやいやいや、もうレギュラーじゃないんだろ。違います、単発のやつに出させてもらって、野球と一緒だよね、レギュラーじゃなかったという。いやいやいや、違う、少しずつですから。少しずつですね。もう本当牛歩より遅いっていう話や。いやいや、そうですね、亀みたいなもん。亀イカです。トカメイカです。トカメイカ、はい、いいの、お前先輩のこと言って。先輩じゃなかったっけ。いや、2個下なんで。あ、向こうから下。ごめんなさい、本当に。すいません。さあ、高校球児。いやいやいや、もういいんですか、そんな。いやいや、元気だった。いやいや、もう誇張セリフですよ。俺は元気だろ、お前。いやでもだ、お前ら影の形もなかったもんだって。いやいやいや、だから言ったと呼んでやろうから。そんなことないですよ。チャンネル見てました、ほんと。そうですよ。俺のでしょ。当たり前じゃないですか、そんな。ですよ。プロ野球選手のあそこの事情、はい、いやあれはあと、豊さんの謝罪動画、あれはいいねしました。あんた、あれしかしてないの。あの2つだけいいねしました。あれはお前らも、はい、YouTube チャンネル立ち上げたらしいじゃん。いや、実はそうなんですよ、今、はい、何チャンネルっつうの。ああ、今、高校球児のくだらないチャンネルっていう名前でやってます。そのままやな。いや、いいじゃないですか。目にも何もないんだから。直球勝負ですよ。直球ですよ。ストレートですよ、ストレート。だから伸びないんじゃないか。いやいや、これから来ますから、牛歩ですから。確かに伸び悩んではいます。お前、特にお前、痩せてない。さらに。お前、食ってるか、ちゃんと。僕っすか。食ってないっすね。食ってないだろ。まあ、いきなりステーキお願いします、本当に。ま、いきなりステーキな、よくった。まだあのポイントカード僕持ってますから。持ってんすか。まだ持ってんの。持ってますよ。あれもう失脚してんじゃない。失脚してる可能性はありますよ。行かなすぎて、はい、そうだよな。ずっと行きたいなって言ってました、ね、ぜひぜひ。まあでも、この高木豊チャンネルがあるのは、はい、お前たちのおかげと言っても過言だな。いやいやいや、なんで。でもでもいろいろやってきたな。いやー、ありましたよ、本当に。黒歴史ですね、あれは本当に。お前、名電が一番思い出残ってる動画って何？はい、いや、いっぱいありますけど、うん、でやっぱあれじゃないですか、あの渋谷で甲子園球児探す、あれは、あの帰れません、帰れませんね。あったあったな。で、最後、結局見つけられなくって、あのおばちゃんに豊さんがあの道を聞かれるって。そうだ、ガチでな、ガチで、ただのおじさんだと思って声かけられるっていう。同年代だと思う。親近感が。いや、確かにありましたね。でもあの時に撮った女の子が金足農業出身だった、うん、そうそう、たまたま。なんかその金足農業が甲子園出る前の人の動画だったんで、変な奇跡起きてたっていう。あの後に金足農業が準優勝する。いや、だけど予言動画みたいな。甲子園球児を探してたわけでしょ。まあそうですけど、はい、まあ、そういう奇跡が、まあ、起きて、でまたね、その声かけられて奇跡が起きたっていう。そうですよ。まあそうだな。僕らだってこの格好で渋谷練り歩いてましたからね。いや、それいいじゃん。いやいや、そのあの時まだ汚かったもんないの。いや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 、洗濯はちゃんとしてましたけど、ね、汚かったもん。いやいやいや、それはあんまり、あんまり寄らなかった。いや、本当に。いや、湯田さんも結構すごかったすごかったそんなに言うんやろ。結構互いに、ね、互いに全員互いに臭かったということで、全員臭かった。特は、はい、何が思い出のこと。でもやっぱ僕そのグラウンドとかでやったのやっぱあのラジコンタッチアップを誘うみたいなラジコンで。さ俺もさあんなことやったことないじゃない、はいはいはい、で YouTube ということでやったけどさ、こんなんでいいのかなと思ったけどね。あれだからラジコン買ってきて、はい、でまず豊さんがラジコン操作できなかったじゃないですか、まずそもそも動かせないよ、はい、で自分がセンターだったんですね、うん、お前センターだったね。センターじゃなかった。豊さんが自分でノック打ってでラジコン持ち替えて、あれ違ったっけ、なんか誰かにスタッフさんだ、スタッフさんでそのラジコン上手い人に操作してもらったんですよ。
サードから。ねえ、遅いラジコンだった。最初半分も来てないよ。余裕でタッチアウトできるってことで。自分がセンターで取って、はい、取った時にウィーンっていう絡まるし、サードで吹かしてる音だけ聞こえて余裕でアウトだったんですよ。なあ。でそれをなんか半分ぐらいの距離にし て、やったらちょうどいいこの際どい感じになって。でランナーだよね。いや僕はあのキャッチャーです。キャッチャー。俺キャッチャーやって。キャッチャー取れないの。あそうだ。キャッチャーで取ってアウトみたいな感じしたら、あのコリジョンルールだみたいなこと言われて。走者妨害してるみたいな。まあそれはあるな。早く終わりたいのに。ありました。早く終わりたい。いやきつかったっすってあれ結構。いやきつかった。結構きつかった。最初の頃ハードだったよね。そうですよ。楽しかったっすけどね。俺は。はい。やっぱチンプレー、コープレーを再現するという。ああ、ありましたね。それは打ち上げたな。最初の。メーデンがデコに当てる。宇野さんのやつですね。そうそうそう、はい。で、その当て方が悪いとか言って、弾き方はこっちだとか言って、弾く方向までやってたからな。いや、ほんと自分、あの後、アイシングしたんですよ、家帰って。そりゃそうだよ。なんかちょっとこう、なんだろう。デコボコになってたよ。こうなったんですよ、頭の中。へこんだの。へこみました、本当に。ご飯作り。まあいいじゃん。空洞になってるからなんか。いやありますよ。ありますよ一応。ありますよ。はい。そうなんだ。まああれとかありました、ね、セカンドのあの菊池の飛びついての。ああありましたありました。ありましたあったな。ありましたね。したねすぐ腰が痛いとか膝が痛いとかお前ら体弱かったんだな。強くなったの。いやーでも変わってないですけどね。はい。あとはああいうのがあったら勝手に指導みたいな。あありました。飛び込みで。神宮外苑。神宮外苑。ありました。ありましたありました。なあ、あのアポなしで行って、アポなしで行って、緑虫だったっけ？緑虫。緑のゴジラだったっけ？緑のゴジラ。なんか今顔が多いじゃないかって。いや、僕緑って言われるんで。いましたいました。風邪気味だったんですよ。その風邪気味だったんですよ。確か。何？その人は風邪気味だった。ただ単に体調悪くて。体調悪くて。で打てないんですよとか言って。そう。そしたら大谷翔平が。あのノーステップで打ってる。あ、そうだそうだ。それをやらしたわけ。そう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 。で代打行くぞみたいな。ね、じゃあそれでやってみって打ったよな。いやそうな、左中間だっけ、レフトオーバーかなんか打って、そうそうそう、もうベンチ大盛り上がりでしたよ、ね、大盛り上がり、まあ嘘でしょみたいな。なあ、あとは勝手にノック打ったりとかさ、あ、ありましたね。今日勝手でしたね今思えば。勝手だよな、大きなお世話だよ。ずうずうしいにも程がありますけど、ね、でも楽しんでくれてたの意外。でもやっぱ喜んでました、受ける人たちは。なあ、はい、ああいう企画もちょっとやらなきゃなと思って。なんかはね結構あったよね。でお蔵入りなのはさ、はい、あのサッカーのお母ちゃんたちにどうしたら子供はサッカー選手に。あったあったね。あったあったあった。それはお蔵入りでしょ。あれ確かに確かに、はい、え、何この人たちはみたいな感じだったよね。あんた誰みたいな顔されて。まあこれは YouTube のありましたね。ちょっと思ったけどね。いや、すごい風強くて、そうですね、そうそうそう、音が取れてないですよね、あんまり。確か取れてない、ね、風の音で全然聞こえなくて。そうそうそう、お蔵入りでしょ。何のためだな。勝手が行き過ぎましたね、ちょっと。本当だな、はい。じゃあ最近のネタで、はい、なんか自信作あるの？あ、僕らのネタですか？うん、いや、よくやって、はい、コメント欄にクソつまんねえとか書かれてたじゃん。まあまああれのおかげでメンタル強くなりましたね。そうだね、それは本当に、まあ、本当にそうだ、ね、財産ですよ。なんかあんの？まあありますけど、ありますけど、一回まあお家芸だけ。あ、ちょっとあれやってみますか？ネタ？いつもの、はい、いつものやつだけ。いいよ久しぶりに。いつものやつって変わってないわけじゃないよね。いやそれネタ、いや、あえて変えてないんですよ。あ、変えてない。はい、はい、いきます。大将、はいよ、おすすめの握りちょうだい。ありがとうございます。千賀のフォークの握りになります。出た、お化けフォーク。いいよ。愛知県立山郡高校。お前さ、ボール仕込んでるのいつも。そりゃそうだ、当たり前じゃないですか。持ち歩いてますよ、プライベートでも。はい、もう千賀のフォークだけ。いや、まあ、それぐらいでいいかなって、はい、これやっぱ色あせないんで、はい、このネタはどうですか。いや、色あせるもん。何も、もう最初から色ついてないからね。いや、もう、このこだ伝統芸能なんですよ、これは。そう、伝統な古典みたいな感じ。もうそれはもう、死ぬまでやっていくぞみたいな。そうですよ、後世にもう引き継がれる。他になかったっけ、ずっと続いてるやつって。え、ネタっすか、うん、その握りだけだったっけ。でも基本僕らもうこれ一本でやってましたから、はい、これ一本で飯食ってないですよ。じゃあさ、おこれ一本で飯食ってないですかね。お前、だからバイトだろ。バイトですよ。バイトで飯食ってない。はい、もうラーメン作ってますから。そうだろ、
そしたら新しくできたこうネタは、はい、今みたいな。あれやるないの？いやありますよ。ちょっといいですか、普通にやっちゃっていいですか？いやいいよいいよ。じゃあサードコーチャー言います。あやる。あサードコーチャーなんかあったら。あでも最初あれやった方がいいんじゃない？あ普通のやつ。おいおい一回そんなにないくせにお前。あれやった方がいい。すいません。全部やってみて。すいませんプロなんで申し訳ないです本当にそれは。すみません本当に。いいよいいよ。いやでもね、はい、いいですかこれちょっといいよ。これで跳ねて堀水さんの席取っちゃってもいいですか？いやもうそれはもういい。それはしょうがない。サバイバルだ。よっしゃ、わかりました。取り行きますよ、本当に。いいよ。いや、行きましょう、行きましょう、じゃあ。まあ、豊さんの位置取るかもしれないです、すいません。うわ、それ、それ勘弁してくれ。いきます。はい。いってらっしゃい。みんなー、審判体操、行ってみよう。バン、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 パパ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 三振バッターアウト。みんなついてこれてるかな。次は少しだけ動きを増やしていくよ。それじゃあみんな次 V シーン行ってみよう。パン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 ピャーピャーピャーファーピャーピャーピャーファーピャーファーピャーファーファーフェア、ファー、ホームラン。いや、フェードアウトしなくていいよ。これセカンドチャンネルになっちゃうな。いやいやいや、え、これメインですよ。そうっすよ。メインなの。メインですよ。やばいことなんですよ。いや、でもなかなかいいかもわかんない。マジっすか。でも左手が甘いな。あ、はい。だってフェアとかさ、はいはいはい、これ左手が遊んじゃってるな。大丈夫？まあ。プロに言われるのはそりゃそうなのかな。いや、それはプロじゃないから、別にお笑いのプロでもなんでもない。いや、だ一回これで、はい、あのこの間ちょテレビ出させていただきます。そうですよ、これ。ああ、そう、はい。まあ、園芸グランドスラムっていう。それでどうだったの結果？まあ、座んなさい。一回座らせてください。それのなんか、ちょっとそうですよ、ダンスネタコーナーっていうのでちょっと出させていただいて。なんでどうだった？もうだから、でも盛り上がったと思います、はい。まあまあ悪くはない。だから子供たちがよりはやりやすいかな。握りよりは、握りよりは俺なんか入ってきた。マジっすか。ああ、そうっすか。ホントに、はい、だから連動性がいいという。ああ、だからこれエクササイズにもなるんですよ、家でできる。こうじゃあもうちょっと振り付けを大きくした方がいいと思う。そうですか。あ、これのっすか。ああ、パパパパパパ、最初何だったっけ。え、だからアウトでしょ、はい、これ大谷さんこうやってアウトとかさ、池田さんストライクです。あ、ストライクか。すいません、一応そこは知り合いに。そこ、パン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 、はい、お願いします、はい、いや、ストライクでもストライクっていうやつがいるじゃない。あ、まあ、下北さんみたいにバンジーとかこうやってか、はい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 、そういうのを入れた方がいい。あ、確かに。パン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 、チキッターとか言って。え、パン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 。いや、じゃあ本家より面白いのやめてください。いや、ちょっとちょっとやめなさいよ、もう。もうやられたわ。ヒントじゃん。チキタさんっているだろ、マンジラ。いや、めちゃくちゃ面白かったっすね。パン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 、チキッターって言って。やれゃいいじゃん。いや、その方が絶対いいって、審判のこういう感じ出た方が、またそのプロ野球ファンも見るから。確かに豊さんは多分テレビ出れますもん。はい、出れる。今のでいきます。自信になったほう。他に誰がいたっけ、しきたと。他にあと有名な人いましたよね。いや、他にもね、最近ね、はい、こうやってやるやつがいるから。はいはいはい、はい、で、その名前やって、名前言ってバンってやる。なるほど、その審判の人の名前で。そう、特徴でね。で、その人もちょっといいですよね、有名になる。いや、マニアックなネタだし。そうそうそう、めちゃくちゃいいじゃないですか、それ。いや、悪いです、本当に。使う？いや、ちょっと本当に使うかもしれないです。いやいや、使ってよ。いいっすか、ね、はい。まあ、そういうことで、はい、最後、ダメ出しで。パン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 、来た。よし。